よし、どうも、ダンケーキです。今回ですね、サイドオーダーのブラスターを使っていくんですけど、このね、爆発にめちゃくちゃチップをかけた感じにしてます。ほんまはちょっとね、メイン連射速度とかめちゃくちゃ上げたかったんですけど、全然出てこなかったんで、ちょっと爆発の方にね、シフトして爆発サイズと爆発のダメージ、もう全ぶっぱみたいな感じで、まあメイン射程もね、結構上げてて、という感じですね。しかもメインショットがね貫通していく仕様になってるので、まあ、敵にね直撃したとしてもそこからね爆風がね発生していくという感じになっていて、ちょっと行きますか。いや爆風がねかなり広いっす、これマジとんでもなく広い。いやこれでメイン連射速度めちゃくちゃ上げれたら超良かったんやけど、ほらでかくね、ほら超でかいの。まあ、連射速度をねそこそこありますからね。まあ、こんな感じで、しかも爆風のダメージがですねこんな感じで、こんなに離れてても爆風でもう一掃できてしまうというねやっていきましょう。ごめんな、なんか小だこ、なんかこの今までやってきたことをお前で試すみたいになって、毎回ごめんな。もうちょうどいいんだお前、時間的にも。そしてお前は可愛いんだ。もう会いに来る価値がある可愛さだな。ここまでね集めてきたチップのね集大成をこの小雑魚で試すっていう、よいしょ。あっいやもうブラスターはね結構ねポータル割るのが早いから敵が出てこんすね。そんな置いといて、よいしょ。早い、待って、これジムの時より早いぞ。いいダメージだ、いいダメージが入っている。いやでもこれどっちかっていうと敵が大量に出てくるステージの方が見栄えがいいな。なんか敵が出てくる前に倒せてしまうそして爆風がでかくてさ、この速さよ。なんかポータルから敵が出てこようと関係なし、お構いなし。いやばい、大ダコが攻撃を打てません。もうポータルのさ周りの敵ごとボコせてしまう。ハイプレイも来ていますがもはや関係なしで、この速さやばくないか。いやブラスター強化が一番強いかもしれん。でもチャージャーも強いんだよな、チャージャーも強い。いやこれで連射速度上がったらマジで最強だったのにな。はいはい待ってこれは爆風強化とかの恩恵があったんだろうか。いやでもあのポータル割りがね非常に早かったね。でポータル割った後の爆風がめちゃくちゃでかくなってるのがいいですね。というわけでこれが爆風にめちゃめちゃ全ぶっぱしたブラスターの力です。いや次回連射速度とか頑張りたいですね。連射速度いっぱい来てくれた連射速度をぶっぱしたブラスターもやってみたい。ちょなんかいろんなさビルドみたいなの試せるのがいいですね。サイドオーダー、自分の僕の考えた最強の武器みたいなことができるのがめちゃくちゃありがたい。